あっちいな。うっさいわね。キリキリ働きなさいよ。はぁ、しかし暑いですね。リナ大丈夫？まあ、ユーミがわざわざ日傘さしてくれてるから大丈夫だけど、温度的にはあの作業の方がよっぽど暑かったはずだけど。あれですかね、ランナーズハイと言いますか、トランス状態と言いますか。はい、あれは楽しかったです。ほら、無駄口はいいから掃除しなさい。夕方までに洗っておくのよ、ちゃ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 っと。はいはい。あんたらのせいで合宿が学校でやる羽目になったんだからね。俺たちのせいかよ。首突っ込んだのはお前らだろ。でもこそこそと何か裏でやってたのは草薙先輩と明石先輩ですよね。違う、俺は別にあの計画の首謀者でもなければ計画の手助けをしたのではない。ただ制作に関わっただけだ。そうですか。でも表向きは先輩が首謀者ですよね。だから俺だってそれは迷惑してる。正直不愉快だ。8月の終わり、俺たちは合宿を行っている。本来なら緑に囲まれて潮風に、じゃ海風に吹かれているはずだったのに、なぜか遠足さえプール掃除をさせられている。あの日行けなかった合宿を弓張学園で行っている。よりにもよって学校でやることないだろ。残念にも程がある。なんか今、よりにもよってなぜこの学校で行うのだ、残念にも程があるとか考えてませんでしたか？そんなこと図星すぎだった。それほど顔に出ていたのか。何それ。それが本当なら殺します。違う。そうですよね、そんなことは絶対に思ってはいけませんよね。水着まで買って楽しみにしていた合宿、草薙先輩と明石先輩が台無しにしたのですからね。さすがに合宿が中止になった話になるとさっき立つな。当たり前といえば当たり前だが。まあいいじゃん、こうやって合宿できるんだしさ。いいわけないじゃないですか。海で海水浴とプール掃除じゃだいぶ違いますよ。自然の中で射精とか少し楽しみだったんだけどね。でもこういうのも楽しいですよね。みんなでプールの掃除なんて初めてですから。あうえ、射精、自然の中で射精を楽しむ。あうえ、そこモップの先っぽシコシコしてるんじゃないわよ。うん、プールからは教会の壁が見える。当たり前といえば当たり前。俺がプールの脇で寝ていて明石を発見していた時から始まったことだ。こっから教会が見えるのは当然だ。いや、しかし、なんと言いますか、すごいですね。ここから見る教会もなかなかおつなものです。そうね、あれを完成させた時は全てを覚悟したのだけどね。まあ覚悟しなければならないようなことではありますが。でも結果オーライだったな。あんたが能天気に言うとムカつくけどね。なんでだよ。教会の壁画を完成させたあの日からいろいろあった。それこそ普通の夏休みでは考えられないほどいろいろだ。結果だけ言えばあの絵は残され、俺も美術部も存続を許された。ただし例外を除いて。7月最後の日というより8月最初の日の朝、あの作品は完成した。真夏に突如狂い咲いた桜のように、教会の壁に突如その姿を表した草薙健一郎の桜たちの足跡。子供を彷彿させる小さな足跡を絵の具代わりに満開に咲く桜を表現し、さらに
その花びらが水面を模したステンドグラスに降り注ぐといった造形になっている。教会内から見たステンドグラスはもちろん美しい。外部から多くの光を取り込んだ青を基調としたそれは真っ白に磨かれた大理石を美しく染め上げる。だがそれだけでは終わらない。外から見たステンドグラスは内部で見た輝く青ではなく、灰暗くも美しくも透明な水面となる。だがそれは壁に桜を描くことによって初めて成立する。空に舞う桜を壁画として水面をステンドグラスとして2つの素材を組み合わせで、この灰暗さが引き立つ。草薙健一郎の完成品として桜の作品としては修作などを除いた場合横たわる桜が唯一のものであるというのが美術業界の常識だった。だからこそ奴が生前に図案として完成させていた桜たちの足跡は美術業界のみならずあらゆる方面の人に反響を与えるだろう。俺自身がこの図案を見た最初に受けた衝撃と同じように、いや、それ以上だろう。俺が見たのは図案だ。だがみんなが見たのは真夏の夜に突如現れたこれは完成品なのだから。草薙健一郎に関わった人間ならば誰しも桜というモチーフは彼にとって特別なものであると考えていたし、それを証明するようにそれまでは横たわる桜以外草薙健一郎は桜の作品を発表していない。だからこそ俺はこの計画はありだと思った。この作品を完成させるのは決して負け戦などではない。そういった意味ではこの結果はある意味では織り込み済みだったとも言える。いや、さすがにそれは言い過ぎか。そうなればいい、そうなってくれれば儲け者ぐらいで考えていたかもしれない。どちらにしても完成の出来によって俺たちの運命は全く違ったものになっていたかもしれない。草薙健一郎の作品を台無しにするどころか建築そのものを台無しにするような出来ならば退学では済まなかっただろう。危険な橋ではあった。だがこの作品を完璧なものとして完成させれば十分に称賛もあった。罰せられるべき罪が一転して称賛されるべき名誉に変わる可能性。あの日完成とほぼ同時に主演に見つかった。多分完成の時に俺たちが大はしゃぎしたからだろう。完成した後にこそこそと逃げていれば、あるいは捕まらなかったかもしれない。だがあれを完成させてこそこそ逃げるなど考えられない。俺たちは完成とともに大騒ぎした。当然、守衛が駆けつける。深夜無断で侵入し、なおかつ教会の壁に大きな落書きをしたのである。それは大変な騒ぎであった。それこそ当初は警察でも呼ばれるような勢い。早朝にもかかわらず連絡を受けて集まる教師たち。学校始まって以来の不祥事のごとき騒ぎであった。もちろん中には愛もいた。他の教師がうろたえたり怒鳴ったり騒ぎ立てる中で、愛はただ草薙健一郎の残した桜の絵を見ていた。ずっとずっと喧騒の中で、まるで美術館にいる客のような落ち着いた様子でその絵を見つめていた。ゆっくりと鑑賞した後、愛は俺の方を見て笑った。そして、殴られた。時間差で明石姉妹がやってきた。彼女たちは泣いていた。病院からこの光景を見て急いでやってきたらしい。そりゃそうだ。あの病院が一番の特等席なのだからさぞかし驚いただろう。昨日までなかった桜の絵が突然現れたのだ。それで喜んでいたか？喜んだって？このバカ！明石の頬を叩いたと思われた小幸が驚いていた。小幸を遮って明石の頬を叩いたのは小牧であったからだ。小牧、こんなこと許されると思っているのですか、お兄ちゃん。
許されるかどうかなんて知ったこっちゃない。俺が興味あることは神父が喜び、そしてお前たちが喜んでくれたかどうかだ。はい、神父様喜んでましたよ。そして私たちも嬉しかったです。そうか、少しはお前が見た千年桜を彷彿させる出来だったか。はい、もちろんです。小牧は泣きながらにっこり笑う。千年桜、明石小牧が夏の夜に見たという幻の桜。どんな季節でも美しい花を咲かせると言われる桜。これがその桜のモチーフとしているかどうかはわからないが、ただこれには確かに人を引きつける何かがある。多分それは草薙健一郎だけの力ではない。確かに奴の天才的な発想と美術センスがあるからこその作品ではある。だが最後まで完成させたのは草薙健一郎ではない。この桜の絵が人を引きつけるのは明石の思い、小牧への、小幸への、そして神父への思い。そしてそんな作品を完成させようとしたこいつらの熱意があってこそのものであろう。仏作って魂入れずという言葉があるが、この図案は図案が、草薙健一郎のものだとしても、それを完成させた人間に魂がこもっていなければここまで人を引きつける作品にはならなかったはずだ。ここにいる連中すべての熱意、そして技術が草薙健一郎の遺作を形とした。だからこそこの作品は素晴らしいです、本当に。それで首謀者は誰だ。お前ら美術部だよな。部長は誰だ。鳥谷か。なあ、ピーチクパーチク、うるさいわ。鑑賞に浸っている暇すら与えないのか。これほどの作品ができたのに、教師というのは本当に無粋な連中しかおらんのだな。わしじゃ、すべての責任はわし、明石渡るにある。わしがこいつらをたぶらかしてやった。さあ、俺を連れて行くがよい。アホか、そんなに済むわけないだろう。全員来い。行った。そいつらは関係ない。手荒に扱うな。この子たちは抵抗はしません。あまり手荒なことは控えてください。爪先生、美術部の顧問は私です。これは私の責任でもあります。処罰は私が受けます。ちょっと待ってくださいよ。愛先生は名義だけの顧問ではないですか。実質顧問は若田先生だということをみんな知ってるわけですし、大体なんで若田先生は来ないんだ。あの人は朝が弱いですからね。こんな休みの日に電話に出るとは思いませんが。あのチャランポランが。明石だけ連れて行かれるなんて都合のいいことなどにはならない。その場にいた全員がそれぞれが別の教室に呼び出され、尋問のような質問攻めをされた。その尋問はかなり長く続くと思われたが、だがあっけなく尋問はすぐに終わった。俺の一言がきっかけになり。どういうつもりだ。どういうつもりもあんたに言ってもわからんと思うが、あんただと貴様教師は何だと思っている。さあな、少なくともあれを見ても何も感じないトンチンカンなことだけは分かったが、貴様教師に向かってただで済むと思うなよ。ただバカか、あれがただに見えるのか。時価総額数百万、いや今だったら数千万だってつきかねない。なんだそりゃ。これをこの学校の一番偉いやつに見せるんだな。草薙健一郎の遺作だと言ってな。そう言うと俺はあの設計図、図案をの束を机の上に置く。なんだお前、あのな、ぐお。なんだその態度は貴様。愛。うわ。愛ではない。夏目先生だ。何度言えばわかるんだこのバカは。夏目先生。あとは任せてください。
こいつを黙らせておきますから。それと草薙が渡したその書類大事に扱ってください。金額にして数百万の価値があるものです。数百万？夏目先生まで何を世まい事のようなことを。こんな紙入れがそんな価値があるわけないでしょ。とりあえず校長先生に渡してください。校長には連絡しておきましたから、そろそろ投稿されると思いますので。それとこれが草薙健一郎の遺作であることを忘れずにお伝えください。草薙健一郎の遺作って。それではお願いします。あの夏目先生、お願いします。やや高圧的に愛が言い放つ。わかりました。あの作品を前にしても生徒にどう罰を与えるかしか考えてないとはな。どれだけ感性が枯れてるんだよ、アホが。アホはお前だ。何をバカなことを言っておる。貴様は何をしたか分かっているのか。分かってる。分かってやったに決まってるだろ。本当に分かってるのか。お前がやったことは不法侵入、器物破損、立派な犯罪だぞ。ああ、分かってる。全て分かってやった。はあ、なるほど。ならばその態度は虚勢ということになるのか。当たり前だ。俺だけじゃなくて全員退学覚悟でやったことだ。自分たちが何をしているのか理解できてないやつなんていなかっただろう。多分トーマスは怪しいが。だがこれは必要な虚勢でもある。ここで俺が怯えて挙動不審だったら誰もあれが価値があるものだとは信じない。最低限相手に飲み込まれないぐらいの虚勢は必要だし、できたら逆に相手が飲み込まれるぐらいの虚勢が必要だ。あの教師に預けた草薙健一郎の図案がそのままゴミ箱に捨てられかないとも限らないからな。少なくともあいつにはあのぐらい言わないと危険だった。あの図案の価値を全く理解していなかったからな。だからって先生をあいつ呼ばわりするやつがあるか。たくお前はどこまで非常識なんだか。とりあえずはあれは交渉術としての虚勢ということか。だったらこれぐらいで許してやろう。無意にあんなこと言ってるのなら足腰立たないぐらい殴っているところだが。ああ、そんな体罰したら懲戒免職者だぞ。体罰ではない、肉体言語だ。口で言ってもわからんのなら体で覚えさせるまでだ。どんだけ原始的なんだよ。それで済むのなら良いだろう。全部めちゃくちゃになるよりはずっと